きがい福島、足立隆です。東京出身の34歳です。5歳の娘と去年の12月に川内村に引っ越してきました。今年できた川内ワイナリーでブドウの栽培と醸造をやっています。この村が人口2300人ぐらいなんですね。でそんな村にワイナリーが1軒あること自体は多分とんでもないことだと思うんですけど、将来的にはもう酒の町、酒の村にしたいなっていうのが、まあ、密かな野望として持ってます。ここが標高700メートルあるんですね。で役場のところが400メートルぐらいなんですよ。300メートルぐらい標高差があるところで、村がいろんなところに畑を作ってくれると、その場所場所で畑の特徴の出たブドウができると思います。それでこの大きい施設があるので、そこで採れたブドウを持ち込んで一緒に醸造してワインを作って売れれば楽しい人生になるんじゃないかなと思いますけど